JR 九州高速船が博多と韓国・プサンを結ぶクイーンビートルの浸水を隠蔽し運航を続けていた問題です国土交通省は先ほど JR 九州高速船に対し海上運送法に基づく行政処分を行いました今日午後4時ごろ国土交通省の宮武義文海事局長は JR 九州のグループ会社 JR 九州高速船の大場健次社長に対し 行政処分の命令書を手渡しました JR 九州高速船は今年2月にクイーンビートルの船首部分への浸水を把握しながらその後もおよそ4か月間運航を続けていました浸水センサーの位置をずらすなど隠蔽工作も行っていて国土交通省による抜き打ち監査で発覚しました国土交通省によりますと JR 九州高速線に対して行われた行政処分は、海上運送法に基づく輸送の安全確保命令と安全統括管理者・運行管理者の解任命令で、解任命令が出されるのは全国で初めてです。JR 九州高速線の親会社、JR 九州の古宮陽次社長は行政処分について、 安全統括管理者の解任というのは初めてだというふうに言われまして、やっぱりこれは非常に大変なことだな、大きなことだなというのをです、ね、今再確認させていただきました、もう一度ゼロからスタートしたいなというふうに思った次第でございますこの問題をめぐって、JR 九州は、第三者委員会による原因究明を始めたほか、安全体制の見直しなどが進むまで、クイーンビートルの運行を再開しない考えを示しています。